それじゃあ。はい。そうやな。そういや、そうだね。私が来たのってファイブスターがなくなってからだもんね。つい昨日のことみたいに思えるよ。島選手、今の気持ちはどうですか？そうやな。恥ずかしいこと言わないでよ。いや、違うよ。怒ってない。ただなんか変な気持ちになっただけ。なんでもない。なんや。食ってないもん。あ、そうや。それか。日に日に胸の痛みが強くなってくるの。今では家にいる時でもお店のこと考えただけで胸がチクチクする時もあるし。あ、行った行ったけど病院の先生もわかんないって。体はむしろ健康ですって言われちゃった。私もそう思う。でも私仕事大好きだからな。この店には好きなものしかないのにおかしいな。それじゃあ。うんうん、もちろんだよ。五郎くんはちゃんと仕事できてる。ムーンの月山さんと比べても遜色ないもん。月山さんはすごく競争心の激しい人で、実際悪いこともしてたけど仕事っぷりだけはすごかったんだよ。ごめんね五郎くん。私もう五郎くんのところの女の子なのに、月山さん褒めたりしたら気分悪いよね。おいおい。ごめんね五郎くん。ごめんごめん。私笑ってた？そんなことないよ。でも真面目な話ね、五郎くんみたいな人私とっても素敵だと思うよ。ほう。五郎くんはね、私のこと、ううん、みんなのことちゃんと本質を見てくれてるもん。優しくて真摯で真剣に女の子と接してくれる。そういうとことっても素敵だなって思うよ。うん。
そういうとこだよね、コロー君がみんなから慕われてるとこ。うんうん、とっても。私だって慕ってるよ。疲れ。なんや。